セブンパインズの戦い、セブンパインズの戦い、セブンパインズの戦い、A、バトルオブセブンパインズ、または、フェアオークスの戦い、A、バトルオブフェアオークス、または、フェアオークス駅の戦い、A、フェアオークスステーションは、南北戦争初期の1862年5月31日と6月1日、バージニア州ヘンリコ軍で、半島方面作戦の一部として行われた、戦闘である。 北軍ジョージ・マクレラン少将がバージニア半島を登って攻勢をかけた頂点をなすものであり、そのポトマック軍はリッチモンド郊外まで達した。5月31日、南軍のジョセフ・ジョンストン将軍は地下ホミニー川の南で孤立しているように見えた北軍2個軍団を圧倒しようとした。南軍の攻撃は協調が取れていなかったものの北軍第四軍団を後退させ、 大きな損失を出させた。両軍は補強を行い次々と部隊を戦闘に投入した。北軍は第三軍団とエドウィン・ブイ・サムナー巡将の第二、軍団下のジョンセジウィック少将師団、雨で膨れ上がった川をグレープバイン橋ではたったに支援され、その陣地を安定させることができた。ジョンストン将軍はこの戦闘中に重傷を負い、南軍の指揮は一時的に、 グスタブス・ウッドソン・スミスが取った。六月一日、南軍はさらに援軍を得て、北軍に対する攻撃を再開したが、あまり進展はなかった。両軍ともに勝利を宣言した。この戦闘は戦術的に引き分けだったが、その時までの東部戦線では、最大の戦い、西部戦線のシャイローの戦いが損失の多さで最大であり、それに次ぐものだったであり。 北軍の攻勢が終わり、これに続く6月後半には7日間の戦いと北軍の撤退につながった。ジョンストンはその6万名の軍隊をバージニア半島から交代させ、マクレラン軍はジョンストン軍を追って進軍し、アメリカ連合国首都のリッチモンドに近づいた。ジョンストンの防御船は最近ドルーリーズブラフの戦い5月15日で、 国軍の海軍との戦闘を交えた場所でもある、ジェームズ川のドルーリーズブラフに始まり、半時計方向に展開して、中央と左翼は春になると、リッチモンド東の広い平原を湿地に変える天然の、溶岩地下ホミニー川の背後に陣取った。ジョンストン軍は、地下ホミニー川に架かる橋をほとんど燃やし、リッチモンド市の北と東に強固な防御陣地を置いた。マクレランは、 その10万5千名の軍隊を2つの理由で死の北東部に集中するよう置いた。一つ目の理由はパマンキー側がチカホミニー側に並行して流れており、マクレラン軍がジョンストン軍の左側面に達した際に通信線を確保できることだった。二つ目の理由はマクレランがアービン・マクドウェル少将の第一軍団の到着を期待していたことだった。第一軍団は マクレラン軍の支援のために、フレデリックスバーグから南進してくることにな、おり、その侵入路を守っておく必要があった。北軍ポトマック軍はゆるりっぱマンキー川を遡り、エルサムズランディング、カンバーランドランディング及びホワイトハウスランディングに補給基地を作った。ホワイトハウスは、ロバート・イーリー将軍の息子、WH イ、ルーニー D. のプランテーションであり、マクレランの作戦基地になった。 マクレランは、リッチモンドヨーク川鉄道を使ってその思い、工場砲をリッチモンド郊外まで運ぶことができた。南軍の方が勢力がかなり光っているという風に、信じ込まされた間違った砲に反応してゆるりかつ、慎重にことを運んだ。5月の終わりまでに、マクレラン軍は、地下ホミニー川を渡す橋を架け、軍の3分の1は、川の南岸に、残り3分の2は、 北岸にまたがる形で、リッチモンドに向かい合北軍10万5千名は、地下ホミニー川にまたがって、リッチモンド郊外に近い北東にいた。川の北には3個軍団がおり、北軍の鉄道による補給線を守っていた。フィッツ・ジョン・ポーター准将の第5軍団、ウィリアム・ B ・フランクリン准将の第6軍団、及びエドウィン・ V ・サムナー准将の第2軍団だった。 川の南には、エラスムス・ディー・キーズ准将の第四軍団が突出し、南軍の前線に近い位置に陣取った。また、サミュエル・ P ・ファインツェルマン准将の第三軍団も南岸にいた。5月31日の戦闘開始時点で、マクレランは、慢性のマラリアによる発熱で病床にあった。ジョンストンの北バージニア軍6万名は、リッチモンドの防御船を守っていた。 その軍隊は、ジェームズ・ロングストリート少将の右翼、ロングストリート師団を指揮する、リチャード・エイチ・アンダソン殉将、D ・ H ・ヒル少将及びベンジャミン・フーガー殉賞の3個師団、と、グスタブス・スウッドソン、スミス少将の左翼、スミス師団を指揮する、ウィリアム・ H ・ C ・ホワイティング殉将と A、ヒル少将の2個師団、及び、ジョン・ B ・マグルーダー少将の予備隊、ラファイエット・マクローズ殉将と、 デイビッド・アール・ジョーンズ准将の2個師団で構成された。バージニア半島から交代し、リッチモンド郊外まで戻ってきたジョンストンは、大軍による包囲戦に耐えられることが分かり、マクレラン軍を攻撃することにした。当初の作戦は、北軍マクドウェル軍団がフレデリックスバーグから南進して到着する前に、地下ホミニー川北岸の北軍の右側面を攻撃することだった。しかし、 リッチモンドの北東で行われたハノーバーコートハウスの戦いと同じ日の5月27日、マクドウェルの軍団がシェナンド渓谷方面に裂かれてポトマック軍を支援できないことを知った。ジョンストンはその天然の防御線である地下ホミに川を越えて攻撃することを止め、北軍が川にまたがっている状態を利用し、川の北にいる参考軍団からは孤立した形にある。 南岸の二個軍団を攻撃る作戦にした。うまくいけば、ジョンストンはその軍隊の3分の2、29ある、不評旅団のうちの 22, 約5万千名を、北軍の第3及び第4軍団3万3千名に対抗させることになる。南軍の攻撃作戦は複雑であり、A、AP ヒルとマグルーダーの師団には、川の北岸にいる北軍に軽く当たって引きつけておき、一方、 ロングストリートが主力軍を率いて南岸を攻撃し、キーズ軍団を三方から攻撃するものだった。ロングストリートの直接指揮下にある六個旅団と DH ヒルの四個旅団はセブンパインズ七本の大きな松の木が集まっていたと呼ばれる交差点で別々道を進み、フーガーの三個旅団はヒルの右翼を支援するように割り当てられ、ホワイティングの師団はロングストリートの予備隊として 後を追うものとされた。この作戦は、北軍第四軍団の師団が他よりも、はるかに突出して、セブンパインズの西1マイルの土盛り工作物に陣取っており、そこのサイラス・ケイシー准将6000名の部隊は、キーズ軍団の中でも最も経験の浅い部隊だったので、初期の成功の可能性が非常に高かった。キーズ軍団を倒せば、東の第三軍団は、 地下ホミニー側を背にして、釘付けになり、圧倒してしまえる可能性があった。この複雑な作戦は最初からうまくいかなかった。ジョンストンは、ロングストリートに5月30日の長くまとまりのない、会議で口頭で命令を伝えることを選んでいた。他の将軍たちは書いた命令を受け取ったが、曖昧で矛盾を含んでいた。また、ロングストリートが川の南岸で、 戦術的指揮を取ることを師団指揮官たちすべてに伝えていなかったフーガーやスミスはこと上ロングストリートより上官だったのでこの詳細がなかったことは重大なミス越しになったロングストリートの側では受けた命令を誤解したかジョンストンに知らせることなくそれを修正することを選んだかだったロングストリート隊は割り当てられたナインミル道路を進まずにウィリアムズバーグ道路で 昼帯に合流し、そのことが前進を遅らせただけでなく、前線を狭くして、全軍の一部しか攻撃に参加できなかった。両軍の問題を悪化させたのは5月30日夜の雷を伴う激しい嵐であり、それが川を溢れさせて、北軍の橋の大半を破壊し、道は泥沼状態に変わっていた。攻撃は5月31日に出足の遅れで始まった。 ロングストリート隊は、チャールズシティ道路を降り、ナインミル道路の代わりに、ウィリアムズバーグ道路に移った。フーガーの受けた命令には、攻撃を開始する、具体的時刻がなかったので、ある師団が側を行軍する音を聞くまで目覚めて、いなかった。ジョンストンと、その副指揮官スミスは、ロングストリートの位置やフーガーの遅れに気づかず、その作戦本部で、戦闘開始の知らせが届くのを待っていた。 計画された開始時間よりも5時間遅れの午後1時、DH ヒルは辛抱できなくなって、KC 師団に対してその旅団を前に出した。KC の前線は経験の足りない部隊で占められており、何人かが交代を始めて歪んだものの、その土隷の保持のために激しく戦ったので、両軍に大きな損失が出た。南軍はその日の右翼に出た13個旅団のうち4個旅団が、 戦っているだけだったので、この北軍の弱点に集中できたであろう。戦力をもって攻撃できなかった。KC は援軍を求める伝令を送ったがキーズは反応が鈍かった。最終的に南軍が突破して、北軍の捕類を奪い、KC 隊は、セブンパインズにあった2番目の防御工作物の線まで、退いた。この間、両軍の上層部は戦闘の厳しさが分かっていなかった。 午後2時半になって、ハイン・ツェールマンが、まだ病床にあったマクレランに、キーズからの伝言がないことを報告した。ジョンストンは、前線からわずか2.5マイルしか離れていない位置に、いたが、音響陰影のために、大砲やマスケット銃の音が聞こえず、ジョンストンとその参謀は午後4時まで戦いが始まった、こう知らなかった。北軍ポートマック軍には、タデウスロー教授が率いる、 国軍気球司令部が付属していた。ローは川の北岸に熱気球キャンプを2箇所設営しており、一つはゲイン農園、一つはメカニクスビルにあった。5月30日の悪天候と31日の強風で戦闘開始前に気球を上げられず、攻撃の警告を与えられなかった。熱気球、ワシントン号とインターピット号は午後2時に上げられたが、 ローとその助手は、川の北にある、その位置からは深い森に遮られて、具体的な部隊の動きが見えず、マクレランに有効な情報を送れなかった。午後四時四十分ごろ、ヒルはロングストリート隊からの援軍を得て強化され、セブンパインズ近くの第二の北軍防御船を襲った。北軍は、KC 師団の残り、第四軍団ダライアスコーチ順将の師団及び、ハインツェルマンの 第3師団からフィリップ・カーニー准将の師団が守っていた。ヒルは側面攻撃を行おうと考え、ロングストリート隊からマイカ・ジェンキンス隊さんの4個連隊をキーズ軍団の右手に送った。その攻撃で北軍の前線を崩壊させ、セブン・パインズからは1.5マイル後方のウィリアムズバーグ道路まで後退させた。この戦線での戦いは午後7時半までに収束した。 ヒル隊の攻撃が始まる直前、ジョンストーンは、ロングストリートからジョンストーン自身も戦闘に加わることを要請するメモを受け取っており、これが戦闘について聞いた最初の知らせだった。ジョンストーンは、ホワイティング師団の参コ旅団と共にナインミル道路を前進し、キーズの前線の右側面にあたるフェアウォークス駅近くで頑強な抵抗にあった。 まもなく北軍の遠兵が大量に到着した。第二軍団指揮官のエドウィン C ・サムナーは、川の北岸にあったその陣地から戦闘の音を聞いた。サムナーは独自の判断で、ジョン・セジウィック巡将の一個師団を、唯一残っていた橋を通って対岸に派遣した。当てにならない、クレープバイン橋は膨れ上がった川に今にも崩壊しそうだったが、通過する軍隊の重みが、 えって流れ来る水流に逆らって安定させていた。最後の兵士が無事渡り終えた後で、橋は崩壊し、流されてしまった。セジウィック隊は、ホワイティングの攻撃に抵抗するようとなった。この日の出来事の中でも、最も歴史的に重大なことは、白母頃に起こった。ジョンストンの右肩に銃弾が当たり、その直後に、砲弾の破片が胸に当たった。 ジョンストンは気を失って馬から落ち、右肩甲骨と暴れ骨を二本骨折して、リッチモンドに担ぎ込まれた。スミスが一時的に軍隊の指揮を取った。スミスは健康状態の悪化で苦しんでおり、戦闘の次の段階を決断できず、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスや、デイビスの軍事顧問ノバート・イーリーに悪い印象を与えた。翌日の戦闘終了後、デイビスは、 北バージニア指揮官として、スミスをリーと交代させた。6月1日、南軍は北軍に対する攻撃を再開したが、北軍は多くの援軍を送っており、その強固な陣地で戦い、ほとんど進展はなかった。戦闘は午前11時半頃に終わり、南軍が撤退した。マクレランはこの頃にその病床から戦場に到着したが、北軍は反撃しなかった。 両軍共に同じくらいの損失を出して、勝利を宣言したが、どちらも印象に残る功績を残さなかった。マクレランのリッチモンドに向けた進軍は止められ、北バージニア軍はリッチモンドの防御線の内側に戻った。北軍の損失は5031名、戦死790名、負傷3594名、不明、または捕虜647名となり、 南軍は6134名、戦士980名、負傷4749名、不明、または捕虜405名となった。この戦闘は北軍兵士にとってはフェアオークス駅が最もよく戦えた場所であるためにフェアオークスの戦いとして記憶されることが多く、南軍の兵士にとっては同じ理由でセブンパインズと呼ばれた。歴史家のスティーブン・ W ー・シアーズは 現在よく使われるセブンパインズという名前は最も激しい戦闘が行われ最も損失を多く出した場所がセブンパインズの交差点だったので最も適当であると述べた。マクレランは勝利を宣言したもののこの時の経験で動揺した。その妻にあてて私は戦場の吐き気を催す光景。 そのズタズタにされた軍団や可哀想な傷に苦しむ者たちを見ることにあぐんでいる勝利はこのような犠牲を払ったものであれば魅力がないと書き送った。川の南岸の第五軍団を除いて軍隊の再配置を行いリッチモンドの包囲戦と占領のための作戦を立て続けたものの戦略的主体性を失っていた。構成は南軍の新しい指揮官ロバート・イーリーによって始まり リーは北軍がリッチモンド郊外に受動的に退陣している間に作戦を練った。6月25日から7月1日までの7日間の戦いで北軍をジェームズ川まで追い返しアメリカ連合国の首都を救うことになった。セブンパインズの結果として南軍の野戦指揮官の交代は南北戦争の行方に大きな影響をもたらした。6月24日。 大軍であるマクレランのポトマック軍はアメリカ連合国の首都リッチモンドから6イル以内にあり、北軍兵は市内で鳴り響く鐘の音を聞いたと書き記していた。しかし、それから90日間のうちにマクレラン軍は半島から追い出され、ジョン・ポープの軍隊は第二次ブルランの戦いで完敗し、北軍の首都ワシントンから20マイルに戦線が移った。北軍が次に、 リッチモンドに接近できるまでに、それから2年間を要し、その占領はほぼ3年後となった。セブンパインズの戦いは、バーナード・コーンウェルによる小説、コパーヘッドの結末部分に描かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。